エリーです。今日もお疲れ様でした。仰向けになって今日の太さと疲れジャジャーっと流していきましょう。さあ寝ている間にシューッと痩せマッサージ始めていきましょう。楽な姿勢で仰向けになりましょう。まずは首ですよ。3本指を首の後ろに当てます。背骨の両サイドの筋肉のところですね。ぎゅーっと押し付けながら首を左右に振っていきます。背骨に沿って指を動かしながら左右に振る、指が食い込む感じですね。めっちゃ気持ちよくないですかこれ。日中筋肉が固まって首が詰まってしまうのをほぐしています。ここは特に視神経があるので視界がはっきりしてくるかもしれませんね。はい、 OK です。さあ続いて肩やっていきますよ。片手で反対側の肩を掴んだら腕をパタパタさせるように肩関節を動かしていきます。今掴んでいるところがめっちゃほぐれていきますよ。ここは僧帽筋といって緊張すると上にグッと上がってしまう筋肉です。実はここが上がると背中がもっこり、首の後ろのもっこりにつながってしまいます。ここ柔らかくするだけで肩の荷が降りるように背中や首が細くなっていくんですね。めっちゃ気持ちいいですよねこれも。はい、 OK です。では反対側もやっていきましょう。反対側の肩を掴んだら肘を曲げて肩関節をくるくると回していきます。押さえる位置は肩の真ん中あたりがいいですね。牽制というツボがあってここ肩こりにめちゃくちゃ効くんです。肩こりのある方は血液が詰まりがち、血液の詰まりは主に上半身太りになりやすいです。肩の緊張を取ることで甘いものやお酒が欲しいという食欲も抑えることができます。なんか食べたくなるときってギュッと緊張してますよね。それを物理的にほぐしてあげるということですね。はい、 OK、 気持ちいいですね。続いて鎖骨の下です。3本指を鎖骨の下に当てて骨と筋肉がずれるようなイメージでほぐしていきます。サスサスする感じでいいと思いますよ。やりにくい方は片方ずつやっても大丈夫です。鎖骨の下は老廃物の最終地点がある場所、そして胸の筋肉をほぐしています。胸の筋肉は固まって縮むと僧帽筋、肩の筋肉を上に引き上げながら縮んでしまう、いわゆる猫背筋なんですよね。ここもほぐほぐすると緊張感が取れてリラックスしていきます。続いては脇の裏側いきましょう。親指を脇の下、4本指後ろ側の筋肉をつかんで肘を左右に振っていくように肩関節を動かします。届きにくいという方は手を当てるだけでもいいですよ。実はここも背中の僧帽筋とつながっているところです。緊張すると固まるところですよね。そこをほぐほぐしてあげるとまた緊張感が取れる、そしてリンパの流れ道がスーッとほどけていくので指先から二の腕が細くなっていきます。いやもうめっちゃ気持ちいいですね。反対側もやっていきますよ。脇の下親指4本指で後ろ側の筋肉をつかんだら肘を左右に振るように肩関節を動かしましょう。ここつかんで痛いという方もいらっしゃると思います。それはポテンシャルでしかありません。この後どれだけ老廃物が流れていくか楽しみですね。さあどんどん心もリラックスしていきます。呼吸浅くならないように深い呼吸鼻でやっていきましょう。はい、 OK です。さあ続いてバストの横ですね。片手で反対側のバストの横をつねつねしましょう。痛い方はさするだけでも OK ですよ。ここも猫背になると固まってバストを背中側に引っ張ってしまう筋肉なんです。なんかバストが離れていくみたいな、怖いですよね。ここほぐして柔らかくしておきましょう。手を動かして肋骨全体をつまんでいくようなイメージです。痛い方はさするだけでもいいですからね。はい、 OK です。それでは反対側もやっていきましょう。反対側のバストの横をつねる、皮膚と骨を剥がすようなイメージです。肋骨の筋肉、肋間筋もほぐれていくので呼吸も深くなっていきますね。
デスクワークが多い方、手を前に出す姿勢が多い方はここめっちゃ固まりやすいので呼吸も浅くなりがちです。呼吸は命の源ですからね。深くしておきましょう。手をずらして肋骨全体をつまんだりさすったりしていきます。はい、 OK です。上半身痩せのベースが整いました。続いて腕の老廃物取っていきます。親指の付け根の筋肉を揉みほぐします。手首や肘下の筋肉を押すようにほぐしましょう。二の腕の下側は骨に沿って流すイメージですね。力こぶも忘れないようにいきます。腕の太さは老廃物であることが多いので筋肉を柔らかくしてその老廃物の通り道を確保してあげるだけでかなり細くなりますよ。肩の外側もいきましょうか。ここもね、かなり筋肉が張って太見えしやすいところですね。ちょっと手疲れましたね。振って休ませたら反対側もやっていきましょう。親指の付け根もみもみします。ペン握ったり何かを持ったりするとここめっちゃ凝りますからね。では手首までいきましょうか。手首を持ってクリクリクリ。肘下までもみほぐします。特に両サイド痛いですよね。二の腕の下側は骨に沿ってもみほぐす。ここも意外に固まってます。では力こぶもやっていきましょう。力こぶもね、手を曲げた時にモリッとなってしまう張る筋肉ですね。肩の外側も柔らかく。はい、 OK です。軽く手を振って楽にしておきましょう。続いて肋骨の内側、手を差し込みます。ここはお腹痩せですね。おえっとしない程度にお腹の中心部から肋骨外側に向かって指を差し込むイメージです。やりにくい方は片方ずつやっていただいても OK です。ここは横隔膜ですね。腹式呼吸するときに大きく動くところです。ここが固まっていると腹式呼吸、自律神経の呼吸がしにくくなっちゃうのでほぐしていきます。では続いて骨盤の内側を指で押していきます。腰骨の内側をボヨン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 と押すようなイメージです。やりにくい方は片方ずつやっていただいても OK です。このボヨンボヨンマッサージはお腹痩せのすべてを解決すると言っても過言ではありません。下腹部のタプタプ脂肪は骨盤周りに溜まった余分な水分です。めっちゃ冷たいです。これをポヨポヨマッサージしていくことによって血流が集まって温かくなっていく。お腹の中のリンパが活性化していって老廃物をギュギュギュッと流してくれる。もういいことだらけなんですよね。お腹ポカポカがいいんです。さあでは脇腹を骨盤の方にグググッと流していきましょう。片方ずつ脇腹から腰骨に沿って鼠径部へと流していくイメージですね。背中方面に流れてしまった柔らかい脂肪を代謝させます。ゴミ箱は鼠径部なのでぐっと鼠径部に押し流すイメージでやっていきましょう。脇腹の筋肉もほぐれて骨盤と肋骨の距離がぐんと空いてくびれもできやすいですね。反対側もやっていきましょう。脇腹をすり上げてすり上げて後ろから前に鼠径部に向かって流していくイメージです。お腹の横の張り出しは骨盤と肋骨の距離が関係しています。できるだけ脇腹は柔らかくして上にぐーっと伸びる習慣もつけておきましょう。老廃物は鼠径部へと送り込んであげましょう。もうこれびっくりレベルで脇腹細くなっていきますからね、ぜひやってほしいです。はい、 OK です。では流してきた老廃物回収させましょう。片手を反対側の鼠径部の内側ですね、差し込んで手で押さえます。膝を前後に動かすと指が食い込まれます。この鼠径部が押されている感覚、鼠径リンパ節を刺激してギュッと老廃物を吸い込んでいる状態です。古い老廃物を押し流し、先ほど流してきた老廃物をギュッと吸っているイメージですね。ここが詰まると下半身全体の老廃物が流れにくくなりますので、しっかりと押していきましょう。では反対側も同様にしていきますよ。片手を反対側の鼠径部、シワの部分のちょっと内側のあたりに差し込みます。
膝を前後に動かすと手が食い込まれて鼠径リンパ節を刺激できます。ここって股関節の場所じゃないですか。股関節もめちゃくちゃ動きが良くなるんですよね。やはり人間は大きな関節を動かすことで体は綺麗になっていく、そういう仕組みになっているんです。下半身だと股関節、上半身だと肩関節ですね。先ほど肩関節もやりましたね。一日の終わりに関節の動きを取り戻してあげるイメージですね。さあ今度はお尻ほぐしていきます。グーでお尻のサイドをボンボンボンボーンと叩きましょう。この振動がお尻にとって大事なんです。筋肉が緩んでリンパが流れていきます。ボン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 楽しげにやりましょう。反対側もやっていきますよ。ボンボンボーンと叩いてお尻を振動させるようなイメージです。座りっぱなしで固まったお尻、しっかりほぐしていきましょう。お尻ポカポカしてくると下半身細くなりますよ。さあ続いて前ももほぐします。前ももは足を持ち上げてチョップです。前側と外側を中心にいきましょう。足も二の腕同様ほぐすと細くなるところです。特に足の太さが気になる方は外側の張り出しがとっても多いんですよね。この外側をほぐしてあげることで体の重心が取れて足もまっすぐ細くなっていきますよ。楽しげにチョップチョップチョップしていきましょう。これだったら疲れた日にもできますよね。はい、OK です。さあ膝裏もほぐしていきますよ。両手で膝裏をぐっと掴んだら足をパタパタさせます。膝をパタパタさせた時に手が膝の裏側に食い込むようなイメージですね。ここは膝下リンパ節といって膝の裏側にリンパ節があります。どこの老廃物が流れるかといったら膝下ですね。足がむくみやすい方、ここしっかり押してあげてください。膝関節が痛いという方もね、ここの詰まり取ってあげるととっても楽になりますよ。足の屈伸運動みたいな感じですね。はい、OK です。では最後、一度起き上がって前もものストレッチしていきます。片足を曲げてかかとがお尻の横に来るようにしましょう。膝を前にぐーっと押し出しながらゆっくり伸ばします。痛い方は一度起き上がってお尻の後ろに手をついた形でも OK です。仰向けの方はおへそを床に近づけるようにお腹を軽く締めていきましょう。腰反らないようにしていきます。さあちょっと痛いですがゆっくりと足を外していきましょう。いや、めちゃくちゃリラックスしますよね、このストレッチ。反対側も行います。反対側の足、かかとをお尻の横につけて仰向けになります。手をお尻の後ろについても OK です。おへそから膝までぐーっと一直線に伸びていく。お腹痩せ、足痩せしていきます。太ももはストレッサー筋肉。ストレスがたまると疲れて硬くなるところです。柔らかくなるとリラックスして疲労感が取れていきます。さあ、あと少しだけ伸ばして、一度息を吸って吐きながらリリースしましょう。はい、OK です。これでフィニッシュ。お疲れ様でした。はい、いかがだったでしょうか。呼吸が深く、体がポカポカリラックスしてきました。そのリラックス感が寝ている間に体をシューッと細くしてくれるサインですよ。この後はゆっくりお休みくださいね。本日も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。エリーでした。